さあ続きやっていきましょう。まあ、とりあえずお城から出て、まあ画面上画面のあの場所を目指しましょう。賢者に会うんだよな。まあ今特にできることないので汽笛鳴らすか画面なぞって周り見るぐらいかな。ああ後ろのね、ああ危ない危ない、結構相手、はい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 、邪魔邪魔、ちょ臨戦態勢入ってた、あやべやべやべ、ちょっとまずい、怒られてる、いてー、一撃もらっちゃった。ん、何魔物が、あーなんかいたのか、もう魔物が出るようになったのか線路上に。どうしようかな、あそこ寄る前に寄り道する、いっか、もう行っちゃって、また来たか、大丈夫かこれ、大丈夫かこれ、大丈夫、行けてる、あっちにも駅があるけど、まあいっか、一撃食らっちゃったな、黒煙出てるな、いねえよな。まあ線路の冒険はこういうのもあるわけだ。そういや風のタクトから無限の砂時計やった時、一年以内にやってると思ったら一年空いてたんだよな。二年に一回でちょうどいい感じになってんだよ。何か気味の悪い森ですね。あー迷いの森になってんのかこれ。うわーあったな、左だろ、これいけるかもしれない、多分ね、どっかで聞くんだよ、一回戻ってきて、それこそあの途中の駅かな、あそこに行って突破方法聞くとかなのかな。確か今出てきたあの枯れ木、葉っぱのついてない木がヒントだった気がする。合ってんのかなこれ、いけてる、江戸の枝の向いてる方向とかじゃなかったっけ、木のある方じゃなかったとは思うような、なかったような、当時の記憶だからな、なんか若干加速してるな、大丈夫かこれ、ずっと左なんだけど、これどっかでフラグを回収しないとそもそも突破できない仕掛けになってんのか、あいやでも木の向き変わったな、いけちゃうんじゃね、なんかどんどん加速してないこれ、あ戻されたかもこれ、あ戻されちゃった、あら何が起きたのでしょう、入り口に戻されてしまいましたね、どうしたらいいんでしょう、確かここでなんか情報が収集できんじゃないかな。森の大地。うわー、塔見えるね。寄り道して正解だったのかもな。あ、もうちょっと。やべやべ、ちょちょ、超えちゃった、超えちゃった。停止線超えた。サクウユの森、木こりの村かな、予作、ヘイヘイホー、合ってるかな、予作は木を切るヘイヘイホーじゃなかったっけ。リンク、やっと到着ですね。森に囲まれているのですね。虫がたくさんいるなんてことはないですよね。いるよ。虫は嫌いです。リンク、一人で行ってきてください。私はここで待ってます。とは言っても、ここにいても虫が出そう。やはり私も行きます。虫嫌なんだ。なんだこれは。掲示板。検証。検証はがきを買ってお宝ゲットしよう。はがきを出せば出すほど特賞が当たる確率が高くなる。これ、前回読んだな。バトル速、あ、これも一緒だ。読んだ読んだ。一旦ちょっと、ショップ。こんにちは。盾あるな。
ああ、いらっしゃい。ここは、サクーヨの森のよろず屋なんだな。いろいろ取り揃えてますので、どうぞ見てってほしいんだな。この盾いくら ?80 か。もっと着たいけどね。検証は100。あー、薬。まあ、盾でいっか。身を守る手段は欲しいよね。正面からの攻撃を防げると。オッケー。今とりあえずお金がないので、行っちゃおう。こんにちは。おら、村のみんながと、伐採した木をここで売ってるだ。いい木だべ。そうか。売ってるのか。買うことになんのかな。ここ欲しがってた人も、最寄りに行ったけど。うわ、なんかありそう、これ。なんだっけ、これ。なんか吹き飛ばす術があんだっけ。こんにちは。ここはサクーヨの森。森じゃねえ、村。森で木を切って暮らす、森んちゅうが集まる村だべ。線路がなくなってしまって困ってただが、元に戻ってよかっただ。若干、やべ。体当たりしたかったのに。はぁ、田舎暮らしはもう嫌だ。あ、そう。なまってたけどね、めちゃくちゃ。スコップかなんかあんのか?これ村長?森ん町。とりあえず全員に話聞くか。何か困ってることがあるなら、王さんに話してみるのがいいべ。一番奥の家が王さんの家だべ。そうだべ。お、なんだ?星のかけらもらった。星のかけらか。なんか流れ星流れついてきそうだよね。ブルーアイティア金ではそうだったけど。星のかけらなんて出るんだ、これ。覚えてねえや、その辺は。あ、この人は見たことある気がする。覚えてる気がする。わしがこの村に住む森んちたちの長だ。なんとお主消えた線路を繋げてここまで来たのか。わしらも困っておったところだ。ありがたいこった。何あの森に入ったのか?あの森は迷いの森と呼ばれて、ああ、普通に迷いの森なんだ。進む道を間違えると、たちまち外へ戻されてしまうのだ。この人はあんま変な守りしてねえな。だがな、あの森を抜けた先にこそ森の守り神、バルブ様がおるのだ。村人たちにも話を聞くといい。森のことはあいつらが一番よく知っておる。へぇー。ああ、ペンが。情報収集の順番逆だったかもね。なんか右の方にマップの行ける場所ね。なんだべさ、迷いの森に来んけ?そんな忠告しておくべ。よく覚えとけ。進むべき道は森が教えてくれる木の枝をよく見ておることだべ。いや、やっぱそうだよね。フラグ立てないと進めないようになってんのかな。知ってる?俺たち森んちは、ああ、そう。お前、若造は?おお、迷いの森に行くのか。じゃあ迷わないように忠告してやる。4本目には気をつけろ。ああ、なるほど。森には嘘つきもいるぜ。4本目はダメ。ここじゃないね。違う。こっちに書き込みたいな。4イコール×とでもしとこう。伐採の話してたやつは、伐採ってか、あ、買いたいだか。おめえさん今買っても重くて運べねえべ。荷台を手に入れれば、運べんのか。誰か必要に、橋でもつくんだっけか?森の奥、ムチレース場、ただいま準備中。あー、ムチ。ムチね、この作品のアイテムの一つだね。ちょっと行ってみよう。まあ、いけないようにはなってるな。あ、いて、いたのか、なんか。下も行けるな。あー、
木がいるだけ。なんかこの木ある？ないわ。スタンプ台はスタンプ帳がないから意味ない。まあとりあえずじゃあ4本目が嘘だっつうことが分かったから行きますか。やることはさっきと一緒だもんね。だからあの4本目のことだけ覚えてればそのまま行けたかもしれないのか。行きましょう。毎回出るたんびにちゃんと敬礼すんだよな。これっていけんのかな。あ、向き変わった。どうやって今汽車の向き変えたんだ。体力は息に入れば回復すんだな。ありがてえな。さ、進みましょう。どんどん加速するから判断力が重要になってくるのかな。ほい。まあ最初言ったように本当に枝の通りだったね。暇なんだよな。うるさいだろうな、これ。こんな頻繁に汽笛鳴らして。汽笛ってそんな鳴らしていいのかな？あれって溜まった蒸気排出して、笛が鳴ってるだけなんだろうけど、溜まった蒸気って吐き出して大丈夫なんだろうか？あれ？木の向き変わってね？最初右側に木立ってなかったっけ？ 2 回連続。いや、3回目もそうか。怖い怖い怖い。遠心力で倒れそう。次が3本目なので、ここまでは指示通りに従ってよし。で、最後が嘘つきなんだべな。で、次のだけは指示と逆。ついた。森の祠。やっと通り抜けることができましたね。なんか嘘としててお化けなんかが出そうでドキドキしました。目の前にお化けおるけどな。シャリン様の話ではロコモ族の方がここに住んでいるということですが、どこにいらっしゃるのでしょうか。とりあえず行くか。コッポがいる。まあマップ見る感じ上なのか、左上かな。うわ、カラスおる。いって、一撃もらった。はい、ありがとう。爆弾。え、爆弾である必要はねえか。渡るだけだったらいけるもんな。あー、そこか、そこか。ここだ。これは、ちょっと爆弾やった方がいいかも。取って。まあ変な感じになったけど破壊できただけよし。ああ、ここもか。まあ爆弾がもっと自由に手に入ってから壊すので全然ありっちゃありだけど、まず1個投げる、回収する。急げ。
急げ。いてえ、間に合わなかった。あれ今爆発食らったけどライフ減ってねえな。たまたま？赤くなるの見届けてからっていい気が。オッケー。オッケー。ん？なんだこれ。わあ、そういうのあったね。トアプリでこんなのやったな。うわ、モアイ像だ。叩いた方がいい？違うのか。見つめ合う2体の石像を線で結べ。見つめ合う石像ね。まあこれちゃうね。それもちゃう。これも違う。これと、あ、この斜めかな。うん、ここだ。これとこれ。オッケー。なんか裏に隠れてるけど、お金か。あ、読めないね。森の祠。あ、どうも。あ、同じの乗ってんだ。あれ、なんか透明じゃない？頭。あなたがロコモ族のバルブ様ですか？これ頭透明のように見えるけど気のせい？んだ、いかにもオーラがバルブだよ。なんだかシャリン様の時と雰囲気が違いますね。威厳がないというか失礼だぞ。なんだっぺ、なんかもら、文句あるだか。すいません。私たちシャリン様から話を聞いて、んだ、知っておるよ。その笛を持ってるっちゅうことは、おめえたちが時の結界を張り直すものだっぺ。え？はい。私たち森の神殿に行き、フォースの力を取り戻したいのです。んだんだ。その石板は今はフォースの力が足りなくて神殿まで線路が引かれてないんけど、ないんけんど。その力を増幅させる方法がある。教えてほしいか？教えて。石板に線路を孵化させる方法。それにはある特別な曲が必要なんだべ。復活の歌っつってな、聖なる楽器が二つ揃ってなくてはいけねえ。ズバリ、オラの持つ楽器とおめえの大地の笛のことだべ。二つの楽器で一つの曲を奏でれば聖なる力、フォースが宿るだよ。どうだべ、やってぴっか。え、やってみっぺか。リンク頑張って。ほんと私が吹ければいいんですが、今はこんな身です。でもあなたならきっとうまく吹けると信じてます。もう吹く前に綺麗に吹いた方がいいけどね。ゼルダ吹いてたから。まあとりあえず、あ、これ透明なんじゃなくて上からの光が透明に見えてたのか。んだ、よーし。そんでは本番の前に少し練習すんべ。この曲はちょっと変わっててよ。楽器ごとに楽譜が違ってて合わせると一つの曲になるんだわ。まあとりあえずおめえの吹くところを教えてやっから、オラの真似してみな。これめんどくさい。んじゃ笛の吹き方は説明すんぞ。タッチしてから出したい音を真ん中に合わせてふーって吹いてみるべ。これ難しい。よし、その調子だべ。そんじゃおめえの担当の曲を教えるだよ。今から吹く曲をオラの合図に合わせて真似してみてくんろ。この楽譜と同じ音の音、違う。同じ色の音を出すって覚えとくといいぞ。もう十分だと思ったら戻るボタンを押して一旦笛を下ろしてくんろ。早いか。隣り合ってるからまだマシだよね。若干遅い気もするけど、まあいけるだろ。本番では今の曲をオラの演奏の後に続けて吹いてくんろ。オラ、おめえ、オラ、おめえって続くかんな。タイミング間違えるってねえだよ。そんじゃ本番行ってみっか。
オラの音に釣られて、釣られないようにな。オッケー。行った。よかった。若干遅れてたけど。あ、吹けた。時のカリナはコマンドで打つっぽいけど、これちゃんと息使わないといけないからな。なんか、当時やってて、吹きすぎて酸欠状態になった気がすんだよな。失敗しまくった気がすんだよな。これ、後半になれば、確か隣り合ってなくて飛ばすように吹かないといけなくなるから難しくなんだよな。森のロコモ族バルブとのセッションに成功。森の大地の隙間が輝き出す。新しい線路が現れた。よし、森の神殿までの線路が復活しただぞ。気をつけてな。リンクやりましたね。すごく上手でした、上手でしたよ。ちょっと噛んでんだ。さあ森の神殿に行きましょう。ありがとうございます、バルブ様。んだ、神殿には魔物がたくさん住み出してるべ。気をつけていくべ。よし、じゃあ行くか。途中にあったあれって、どうやんだっけ？これなんか吹かなきゃいけない気がすんだよな。あ、反応したわ。あら、この石から何か音が聞こえませんでしたか？ロケット型なんだよね。あ、ここから選べんのか。あ、懐かしい。俺だけが懐かしく感じてるな。ウサギだ。ボヨヨヨン。お、今の曲お前が吹いたのがいい。それじゃお前に重要な情報を教えてやろう。耳の穴かっぽじてよく聞けよ。シーカーストーンめ。おめえが吹いた曲は目覚めの歌ってんだ。世界各地にいる俺の仲間に近づいてその曲を聴かせてやると、いろんな情報を聞くことができるんだ。俺からの情報は以上だ。ああ、そうそう。お前がさっき吹いた曲はコレクト画面で確認できるから、暇さえあれば練習しておくことだ。これで以上だ。じゃあな。やった。目覚めの歌を覚えた歌だよね。手に入れた眠っているものを起こすことができる。コレクト画面で確認しよう。コレクト画面にあんの？あ、これか。あ、ちゃんと楽譜出るんだね。風のタクトも確かタクトの振り方の楽譜出たよな。そんな感じなのか。あっちには行けねえな。あのコッコさえ手に入ればな。どうやろっか。これぶつけてさ。あ、ちょちょちょ、降りないで。ダメか、届かねえな。まあ、またなんか別のアイテム手に入れてから来るとこだな、こりゃ。うん、行こう。そうですね、森の神殿への線路も繋がったことですし、行きましょう。では行きます。まあそのまま行っていいよね。特に今寄り道する場所ないし、盾も買ってるしね。なんだこれ、なんだ。あ、普通にビビんのか、これで。あの標識がスピードアップするなって書いてあったから落としたけど、近づけばどっか行くんだな。ち
的で。オッケーオッケー、これは別に触んなくていいや。あんま周り見てても危ないからな、ちゃんと前見てないと。今の何？汽笛？あ、なんかいる。なんだっけあれ。いや、なんかあった気がするあれ。なんかあった気がするんだけどな、なんだっけあれ。あれこそ大砲かなんか持ってこないとダメなのか。何の音？え？何の音？波の音が聞こえる。あいつなんだっけな。大砲でなんかやったら話が聞けるはずなん、大砲だったかな。大砲があった気がするんだけどな。とりあえずあの岩ぶっ壊せばなんかあった気がする。森の神殿。駅みたいになってんだな。ちゃんと乗り付けられる。ここが森の神殿。リンク、覚悟はできていますね。覚悟はできてる。さあ行きましょう。覚悟はいいか。俺はできてる。お。え、今すっげえ雑だったけど。違うな。曲が違うわ、これ。ロレロ。え、